昨年の世界フィギュアでは2位に輝きました。カナダからデュブレイユ・ローゾン組です。世界王者デンコワ・スタビスキー組の最大のライバル、もちろんこの2人も優勝候補です。世界フィギュアには2000年から連続8回目の出場です。デュブレイユ・ローゾン組のコンパルソリーダンススタートです。大人の雰囲気がありますこの2人、結成12年のベテランカップル。ちょっとあの珍しいんですけど、今少しずれてしまいましたね、はい、でもあのこの2人の特徴があるんですけども、もう2人の間がほとんどない状態で、はい、それを保ったまま滑るので、あの見る角度によっては本当に1人で滑ってるぐらいの、重なっていて、すごいいいですね。2周目に入ります。もうまさにシンクロしているといった感じでしょうか。そうですね。スピード感あるんですけども、この押しているっていう風には見えないですよね。本当に氷に乗って滑っている感じで、はい、とてもこう綺麗ですね。デュブレイユ・ローゾン組、2周目が終わりました。最後はこの男性が女性を持ち上げるリフト、いわゆる回転リフトでフィニッシュです。大きな拍手が送られます。デュブレイユ・ローゾン組のコンパルソリーダンスが終わりました。マリー・フランシス・デュブレイユ・パトリス・ローゾン組の演技でした。カナダ代表デュブレイユ・ローゾン組、一つ目のところなんですけど、ちょっとずれてびっくりしたんですけども、2つ目3つ目4つ目と本当に余裕で、あの途中で男性のパトリスの方がカメラの目線を入れたり、ちょっと楽しかったですね、見てて。やはりそういったところに何か余裕というか。そうですね、ベテランならではの2人、このベテランならではの演技で会場を沸かせました。さあ、そしてデュブレイユ・ローゾン組のコンパルソリーダンス、改めて振り返ってみて、宮本さんいかがですか。あのですね、そんなに大きな動きを入れたりはしないんですけども、はい、こうなんか見ていて本当にしっくりくるというか、ルンバの曲に合っていて、ですからもうフリーレッグもどうですか、これぴったり揃ってますよね。ぴったりですね。アウトからアウト、インサイドエッジも綺麗ですね。まずはテクニカルエレメンツです。19.77、そしてプログラムコンポーネンツ、会場がどよめきました。いずれも7点台で 19.19、 合計 38.96、 現在第1位につきました。デンコワ・スタビスキー組を抜きました。デュブレイユ・ローゾン、このコンパルソリーダンス1位です。On a bien besoin.